皆さんこんにちは。今日はアメリカの独立記念日7月4日ということで花火を見に来ています。さてもうすぐ花火が上がりますけれども、ここでクイズです。アメリカの独立した日1776年の7月4日からちょうど50年後の1826年の7月4日に亡くなった大統領が2人います。さてその大統領は誰と誰でしょう。さて答えですけれども、2代目のジョン・アダムスと3代目のトーマス・ジェファーソン大統領になります。なんかいつもは霧で見えないんですけれども、今日は霧の合間からちょっとだけ花火が見れてよかったです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。